はい、コツの大締め部屋へようこそ。今回ね、早速ご紹介するのは、こちら、はい、じゃん、はい、出ました。はい、ワンパンマンから、埼玉、はい、こちらのね、ネンドロイド、はい、こちらをねちょっと中古で、購入しました。はい、私ね、もうワンパンマン大好きなんですよ。皆さんワンパンマン知ってますかね。うん、まあジャンプコミックなんだけど、うん、もう超面白いよこれ。うん、すっげえ好き俺この漫画。まあ、アニメもね、もう全話見ましたけれどもね。今もね連載中でやってますけれども、こちらのね、いや主人公の埼玉、こちらをねちょっとね今回はご紹介していきたいと思います。まあね、とりあえずネンドロイドっていうことなんでね、ちょっとデフォルメした感がありますが、とりあえずね開封して、見ていきたいと思います。はい、一応ね、パーツとか、いろいろ出しました。はい、台座ですね。はい、で、怒り顔。はい、で、マントに、手パーツがね結構付属してますね。こう腕組みとかね、あとこれ買い物袋、はい、これなんていうか胸ギア胸ギアって稲ギアは知ってるけどね、胸ギアはい、買い物袋で、本体がこちら、じゃん。いやすっすごいね、この味のある顔、無表情つかもう何の感情がないような。はい、いやすごいね。でマントはね着脱式なんで、まあこれをね普通にこう、あ頭も忘れちゃった、まあ、普通にね、まあ、頭も変えるか、こう変えて、で、頭も差し替える。はい、あ足ポロって出ちゃう。まあ、こっちをじゃあこっち変えるか。が豊富なんでね、いろいろこうポーズがつけれて、面白い。一応ね、通常のパーツをこう外して、こっちの、買い物袋を持てる持ち手、はい、こちらに変えると、よいしょっと、はい、胸ギアの買い物袋は持てます。はい、はい、すごい怒りながら買い物袋持ってる。はい、
通常のねマントはねこれが外れやすい。なんかはい、これでいつもの、埼玉買い物袋ぶら下げて歩いている。いやすごいね、地上最強の男。すべてワンパンで倒しちゃう男。いやこれはね本当いいですね。このシリーズね、他にもキャラがねいっぱい出てるんですけどね、次はジェノスを狙いたいですね。まあ、ジェノスかっこいいからね。でついでになんですけれども、私ね、面白い本を持ってまして、こちら、ドラゴンボールと埼玉、埼玉とベジータ、これ同人誌なんですけど、これすっごいよくできてるんですよ。まあ絵もうまいっていうね、ほらこういうベジータすげえよねこれ。なんだこいつの溢れてるような底知れん戦闘力は一体何者だ。でこうねこうベジータから突っ込んでいくんだけど、おお早えなっていうだけで簡単に動きやがったはい、これ以上はねちょっとネタバレつがね、そういうの引っかかっちゃうんでね、これがねもうこれ1巻なんですけど、2巻はジェノスが16号みたいになってるけどね。で後半にピッコロで、3巻にはクーラー、なんとクーラーと埼玉。はい、すごいね。はい、これは同人誌ですって書いてあるけどね。いやほんとねうまいんだよね。まあそれもそのはずなんですよ。これ書いてる人誰かって言ったらね、このドラゴンガローリーっていう人なんですけれども、この方を知ってる人は本当結構いるかもしれない。まあなぜならね、こちら、はい、これジャンプコミックスから、正式に出てますドラゴンボールガイデン転生したらヤムチャだった件、はい、こちらを書いてます。原作鳥山明、漫画ドラゴンガローリー、これちゃんとした、鳥山明先生のね、許しを得て出したやつですけれども、ほんとこれも面白いんだよね。ある日ね転生したらこうヤムチャになってたっていうね。で今までザコだったヤムチャが最強を目指すっていう。でもこれ薄っぺらいんだけどね、本自体が。でも400円で普通に高いっていうね。はい。この、高校生だったやつがいきなり山ちゃんになっちゃう。はい。こちらをね、書いてる人なんですよね。この同人誌は。はい。なのでやっぱ作りもね、やっぱ丁寧に作られてますね。まあ、各有ね、ドラゴンボールスーパーのコミックス書いてる豊太郎先生もね、あの人も、トイブルっていうね、同人誌、ドラゴンボール AF あっちをね、書いてるんですけれどもね、なのでね、結構なんだろうね、同人誌から正式にドラゴンボール書いてる人って多いね。はい、まあそんな感じでね、まあちょっと路線外れましたけれども、今回はこの埼玉、いやこれいいな。これはヒーロースーツバージョンなんですけど、私服バージョンもあるんですよね。まあ、私服はここにおっぱいと書いてあるね、 T シャツみたいに着てるっていうね、あれもちょっと欲しいんですけどね。はい、まあ、今回はこのノーマル通常版の、埼玉、こちらをご紹介させていただきました。いやいいね、ほんと味がある、
まあ見てない方もね、これを機にね、ぜひね、見てもらいたいワンパンマン超面白いんでね、はい、おすすめです。ということでね、今回は以上にて終わりたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。